はい、皆さんこんにちは、こんばんは、高蔵チューブへようこそ。今日はですね、まあね、動くストレート、サウスポーで動くストレート、そしてツーシームを持っているこの投手をゲットいたしました。使っていきたい、早く使いたい、こちらです。はい、しんちゃんですね、小笠原慎之介投手ですね。まあね、コントロールやっぱり制球がね、ちょっと厳しい部分があるかもしれないんですけど、このね、ストレートが動く、そしてツーシームがあるというところで結構打ちにくいんですよね。で、これでタイピンチが出るともっとより打ちづらくなるということで、いや、使いたかったこの選手、使おうと思います。では早速いきましょう。中日ドラゴンズ対スワロッテマリーンズのゲームを、皆さんプラチナ隊行きましたよ。プラチナ隊、初プラチナ隊の試合です。いやー、強いんだろうな。いやー、もう超広角だもん。レベル5アーティスト、レベル5、まずスラブから入るかな。つくことができるんでしょうか。見てるね、見てくるね。やっぱり2球目決まっています。 OKOK、 サクチェとかね、ここに投げてる。よしよしよし、ファーストが取る、アンアウトです。バッターは2番に入っている荻野、小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。よしよしよし、ファーストライナー。バッターは3番の藤原になっています。この回の小笠原、4球で2アウトにしています。はい、そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、打席に入ります。僕がね、ナイスピッチって言った後にね、球場の DJ さんもナイスピッチって言ってましたね。ハンダ対バッターは2番に入っている。ハンダ対小川投手、ストレートがね、もうちょっと速いといいですよね。やばい、サードうまく叩いてセカンドフォースアウト。やばいばあちゃんになってた。ドラゴンズ、やばいばあちゃん、やばいばあちゃん、なくなりました。この回のドラゴンズ打線ですが、打ちました。いやー、全部ストレートはアカンショウ、アカンショウ、中田翔さんです。9目インサイドしました。打ちました。うわ、取られた。一塁送球、エチェバじゃない、あれ。マーティンの違う、エチェバか。試合は最終回まで来ました。5点リードで迎える。安田選手最近調子いいみたいですね。OK、ファルファル、取る、取る、切れていきます、ファウル。うん、取らないと、あれはちゃんとおかわりくん。低めの変化球は外れました。あ、やばい。3球目打ちました。足立抑えてワンアウト。小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、何を選択してくるか。ここでサクチェ、うん、まあまあいいとこっすよ。ああいうとこ投げてこう。3球目打ちました。わお、誰だ、ヒットになった。ちょっとボールっぽかったけどね。ワンアウトランナー一塁となる人で、ランナーを一塁に置いています。三塁線わずかに切れてファウルボール。ボール球だけどね。通信しかし、ショート打っていった。2アウトランナー1塁と変わります。長径ね。 OK、 低めのボール打っていった。ここは打ち上げています。最後は内野フライ。小笠原投手初勝利でした。ありがとうございました。はい、小笠原投手2試合目ですね。課金税マジパスさんですね。煽ってるんかな。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。1番バッターというのはどのような気持ち。いや、伊藤投手ね、僕も使ってるんですよ。という思いで自分はやってる。ああ、良さね。長いね、スローカーブ。ボール先行です。いいとこ見ました。打った、抜けた、危ない、詰まってるからね。まずはインコース。今抜けフォーク、普通のフォーク、うん、そうですね。打ちました。左中間に強い打球。よし、左中間になりました。ファーストランナー一気にホン通列ファウルになります。あ、うん、そうですね。目は何で来るか。インコース打ちました。いい当たり。ここもファウルです。全身だからね。よし、伸びていく。どうだ、入りました。よし、ホン何から入ってくるか。バッター、外野大きな打球。うわー、怖えんか。打順は5番、あ、打ちました。紅林になりました。目、打った、大きな打球。おー、入らんか。スタンドには届きません。バッターランナーは2塁と、うん、足立選手でそのまま行こうかな。バッター、よし、ヒット
ってこい、帰ってこい、セカンドランナーさ打ちました。ショートの左抜けました。ドラゴンズチャンスになりました。画面まあ早いうちから手おー、曲がるね、スライダー。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。帰ってくる、帰ってくる、オッケー。セカンドランナーホームイン。低めインコースの変打ちました。ライト線を深くかと破りヒットになりました。セカンドランナーやばいやばい、終わっちゃう終わっちゃう。これはよく見ました。振りません、ストライク。いいとこ追い込みました。おナイスボー。チャンスの場面で見逃した。さあ小笠原投手2試合目ですね。お願いします。2回目、柳田まずは出塁したいところ。小笠原投手がどのぐらい通用するかね。2試合目やってきます。初球打ち、ここはフライになっています。バッターは2番に入っている牧、取っています。初球打ち、センターに打球伸びる。バッターは3番吉田。この回の小笠原2球でアウト。はい、ピンチ出したいんだよな。そうですね、引っ張った。ファーストが取る。これで3アウト。はい、ということで小笠原投手強いです。なんとなんと、ありがとうございました。